まあ、こういった私たちでヘリで福島第一原発の上空から撮影しようということで、まあ、今回呼びかけていただいたような形なんですけども、まあ、この撮影どういう思いでこれをなんかやりたいというふうに思われたのかというのをちょっと見てらっしゃる方にご説明をお願いします。まあ僕チェンノブイリの方も空撮やったことあるんですけれども、それがその時々によって様相がどんどん変わってくる。だけどその一番のゼロ地点っていうのか、福島の場合っていうのはそれが一番の秘密の塊みたいになってましたよね。それでそこのところをみんなが見れないような状況になってて、しかもこれから何が起こっていくか分かりますよね。あるところで人が住むかも分からないし、またそれがまたそこから引き上げるかも分からないし、それとそういう原発の状況っていうのがこれからまだ収束はしてませんから、それがどういうふうになっていくのか分からないと、我々それをちゃんと見る目っていうのをちゃんと持つべきだし、一般の人たちがそれにアプローチする方法も持つべきだと思うんですね。だから定点観測みたいにしてこの原発は見続けていかなきゃいけないと。最低でも1年に1回、この1周年2周年っていうそういうきっかけの時と、それから何かが異変が起こった時なんかにもちゃんとこういうふうに出していけるような体制っていうのをこれから私たちのフリーランスっていうことはそのまま一般の人々が全てアプローチできるっていう、そういうような情報にアプローチできるようなそういうシステムをこれからどんどん作っていかなきゃいけないと思うし、本当はもうもっと早くからやらなきゃいけなかったんですけどね。だからどうしても今この機会には2年目になった、そしてあそこがどんな状況になっているのか、周りのその汚染水の処理はどうなっているのか、敷地内っていうのはもうほとんど取材そのものも規制されていってますしね。だから我々合法的な範囲の中でできることは全部やらなきゃいけないと、そういうふうに思って、それには一番いい方法がこの上から見ることだと思ったので呼びかけたんですけど、今回コースというかどういうところをポイントとして回るかっていうのを教えていただきたいんですけど、一番最初に行きたいのはやはり原発のそのある程度低い、あるいは少し離れたところの周辺がどうなっているのか、その3号機4号機がどういうような状況になっているのかっていう、そのことを中心に周りを回りたいと。それからそこからすぐの隣にはもう双葉町がありますから、双葉町の我々13日の朝に入ったその場所、辺りがどういう状況になっているのかも知りたいので、だから双葉町の役場とか厚生病院とかその辺を回りながら浪江町に入っていって、浪江町の人々が片方では津波に襲われて、そして今度の原発の事故爆発、そういうようなことによってどんどん追われていって、それで114号線がこう車でぎっしりになって動きも取れないときにどんどん放射能の煙がそっちで流れていく様子もスピーディーにで出されないっていう、そういう状況の中で、それで対馬のあたりにみんなそこで避難場所としてわざわざすごい放射能のところを選んで、その辺りの上を飛びたいなと思って、そこからできたら飯舘の山あい、そして村の佇まいと地形の様子みたいなのを上から見て、それで南相馬の方からできたら回って帰ってくると。それで今度は放射性要素はそちらの方にも行ってるけれども、南の方に行った場合可能性がかなり高くて、それでそういうことはもう証明されもしてますから、南の方にいわきの方に海岸線の近くを通りながら入っていって、そこまで撮影したいと思っています。分かりました。最後に一言だけ、これ単年度じゃなくてやっぱりこれからも継続していきたいっていうプロジェクトなんですよね。本当これはもうチェンノブイリでも分かるようにもう27年ぐらい経ってもどんどん変貌はします、場所は。そしておそらく今の家たちがもう本当残念なことだけど、住んでる人にとってはもう本当に悔しくて仕方がないでしょうけどね、朽ち果てていくような形になっていくと思いますよね。それでまたその近くには人間がここは住んでもいいっていうような形であそこの中に始めていくっていう、そういう基地を設けたり、その真横には今度瓦礫の処理場が置かれたり、それが一目瞭然なの上からだと思うんですよ。これはもう毎年監視するっていう意味でもやっていった方がいいと僕は思ってます。まもなく10時半を回るところで、これからですね、広川隆一さんとそれから渡井竹春さん、そして私、アワープラネット TV の白石はじめの3
あの飯舘村の方まで飛んでいきたいというふうに思っています。はい、飛び立ちました。この辺りですけれども、先ほどまで濃い霧に包まれていたんですけれども、今はですね、晴れてきまして、だいぶ霧の方が晴れてきました。まだ少しね雲があるんですけれども、これからの天気はさらに、晴れていく見込みになっています。ここ下妻ヘリポートから福島第一原発の上空まではおよそ1時間程度というふうに聞いています。ここから北の方向に向かって飛んでいくことになります。今窓の右手に見えているのが筑波山ですよね。日本で一番低い日本百名山の一つの筑波山が窓の右手に見えています。やっぱり風は強いですね。今高度は何メートルぐらい、すいません、今どのぐらいの高さで飛んでるんですか。はい、今500メートルぐらいの高さで飛んでいるそうです。ヘリコプターの左前側にですね、いわき の中心街が見えてきました。かなり住宅街が広く広がっていますけれども、左手の方なんですが、いわきのですね、町が私たち の目の前に見えてきました。上から見ても仮設住宅分かりますね。住宅街の中にちょこちょこと仮設住宅が建てられています。いわきのですね、東側にあたります、海水浴場付近の海側を今撮影していますけれども、この辺りもですね、大きな津波被害に遭っているんですけれども、今上をから見た限りでは、沿岸部も片付けが済んでおりまして、津波の爪痕というのはだいぶ分かりにくくなってきているかなという感じがします。ただ、海とですね、やはり沿岸部、道路の間ではまだまだ復旧作業がされているのではないかというような様子が見て取れます。いよいよ先の方に煙突が見えてきてますけれども、あれが火力発電所になるんでしょうか。火力発電所だと思います。
とですね、久野浜の上空にいるところです。目の前に、あと8キロぐらいの距離だということですけれども、広野の火力発電所がようやく見えてきました。久野浜もですね、やはり、津波の被害が大きかったエリアになります。瓦礫の集積場がですね、上から見ますと点々と、この沿岸部周辺に、上から見えます。今こちらからですね、火力発電所の先に、福島第二原発の煙突がかすかに見えてきました。すぐ下に、広野の火力発電所がもうすぐ目の前に、見えてきました。そのですね、常磐線を越えまして反対側にすぐに J ビレッジが位置するというような関係になっています。今ですね、ご覧いただいているのが J ビレッジです。J ビレッジは事故後からですね、もともとサッカーの合宿所だったわけですけれども、事故後ですね、ずっと作業員の方々の拠点として、ずっと使われてきた J ビレッジなんですけれども、今日ですね、この J ビレッジで福島第一原発の高橋所長が、記者会見をする予定になっています。手前にですね、福島第二原発、そしてその先に今映っているのが福島第一原発が、遥か彼方に見えてきました。今福島第一原発から18キロ程度の場所におります。今目の前に福島第二原発が見えてきました。この福島第二原発も今あまり話題にはなっていませんけれども、事故当時、この原発もメルトダウンの恐れがあってですね、非常に危機的な状態何日も続きました。でこの福島第二原発をめぐってはですね、一部再稼働を東京電力が考えているのではないかということで、そういう推測もされていますけれども、今、非常に危機的な状態に陥った福島第二原発が目の前にあります。現在もですね、福島第二原発もたくさんの作業員の方々がここで作業をしていらっしゃいます。